皆さんこんにちは、バージニアコモエラスユニバーシティの島崎亮です。前回からしばらくぶりの投稿になるんですけど、今はアメリカ大学サッカーシーズンの真っ最中で、今もアウェーゲームでオハイオ州に来ています。今回のお題なんですけど、やっぱりアメリカの大学サッカーシーズン中、日本の大学と同じようにホームアンドアウェーで試合があるんですけど、こっちのアウェーゲームってなるとやっぱり5時間6時間飛行機で移動してとか、バスで12時間10時間移動してとか、そういう感じになっていくんですけど、今回はちょっとそんなアウェーゲームの風景、どうやってバスで移動して、どのようにホテルで過ごしているかとか、そんな感じの風景を少しでも皆さんに届けられたらいいかなと思っています。それではどうぞ。Thank you.